ルプスに挨拶行った後、あの2年生の鈴口君を泣いて、はい、あの肩叩いて声かけてましたけど、どんなことを言ったんですか？やっぱりこう、もう高松商業が連続甲子園に出るためには、こう次の代っていうのは、やっぱりあいつの谷口のこう自覚を持てばこう、あいつがチーム変えれることができると思うので、まあ、この悔しさっていうのを忘れてもらわんと、しっかり次のステップに向けて、もう明日からだと思うんですけど、あいつ自身には変わってほしいと、そういう意味を込めて今、してると思うので。甲子園、どんな場所でしたか？やっぱりこうなかなか簡単に勝ち切れる場所ではないと思うんですけど、まあ、こう自分の課題とか、まあ、チームの課題とかもあるとしても見つかったんですけど、そういう部分でこう埋めることができなかったので、やっぱり4番としては4番としては前に大事じゃなくて、やっぱり大事にしたらやっぱり一だとやるだけ良かったとはならない。やっぱりそれからちょっと距離が長いのかなっていうふうには思います。諦めるんで、次は自分たちの代でやってほしいので、まあ、中心選手になるから頑張れってことになってます。初めて本戦でプレーしました。頑張ったな、発見がすごくて、めっちゃ精密です。